ジョバンニ・ジェンティーレジョバンニ・ジェンティーレは、イタリアの哲学者、政治家。1898年から1906年まで、ピサ大学に学び、1903年にナポリ大学の講師となる。当時は、イタリアのマルクス主義の父アントニオ・ラブリオーラの影響を受けた新ヘーゲル主義者であり、ベネデット・クローチェと協力して、哲学雑誌、批評、クレティカを発刊した。 1906年から14年にパレルモ大学、1914年から1917年にピサ大学、1917年から1944年にローマ大学の教授を歴任する。その間、1922年から24年にファシスト政府の文章として教育制度の改革を遂行。初等教育に宗教が導入、ラテン語教育が拡充されるほか、 現在のイタリア教育法の主観となる法律、複数の教育サイクル、学習への国家試験などが規定された。辞任後は、上院議員、代表議会委員、イタリア大学連合会長となり、また序盤にトレカー2回会長として、イタリア百科事典、エンセクリペドやイタリアーナを編集。その1932年版ではファシズムを規定して、以下のように記述する。ファシズムでは、 国家が自らの原理や価値観でもって個々人の意思や思想を立し、型にはめるための権威であるだけでなく、積極的に個々人の意思や思想を広く解き伏せていく、強制力を持った気候となるファシストはすべての個人及びあらゆる集団を絶対的な存在である国家のもとに統合する全体主義の理論家として彼は、かつての友人クローチェと決別し、フィレンツェで ブルーのファンチュラッチ率いる反ファシストのゲリラに暗殺される。彼の国家尊重、意志を重視する哲学は、フィヒテやヘーゲルに由来し、純粋自我の思考活動こそが、唯一の実在であるとする、行動的観念論の立場を取る。哲学は、歴史の自己展開と同一である。そして、社会の歴史とは、国家の歴史のことである、ともとく。 自我は、その発生と発展の全過程において、社会性に浸透されており、単独の自己というものは存在しない。ジェンティーレの自我の社会性という理論は、個人主義の排撃と個人の自由の制限を正当化するものとして完成し、そのため、ファシズムと容易に同調し、公然と支持することができた。同時期に、ファシストの獄中にいたグラム氏は、クローチ哲学と比較しつつ、 ジェンティールの関連論を批判している。1930年代以降の日本では、アルフレート・ローゼンベルク、オトマール・シュパンや、G.H. ミリードなどと同様に関心を持たれたと考えられる。他多数。A. グラム氏、グラム氏先週、に合同出版社、1962年、P144 から146。鶴見俊介、アメリカ哲学講談社学術文庫。 1986年 P135 ありがとうございます。